こんにちは、朝倉チャンネルのお時間です。今日はアンチョビにクローズアップしてみたいと思います。こちらはエクストラバージンオルチョサンニータで漬けた、世界に一つしかないアンチョビになります。1年に1回これが入荷するんですが、夏を超えまして、今になってきますとだんだん熟成が増しまして旨味が濃くなります。こうなりますと身も柔らかくなっていろんな使い勝手が広がります。今日は加熱してこのアンチョビを溶かしていろんな炒め物とかサラダとかいろんなものに使えるんですが、今日はパスタに使ってみたいと思います。どうぞご覧ください。はい、それでは早速作っていきたいと思います。材料なんですけども、今日はブロッコリーを具材にしました。何でもいいです。青菜でもいいし、カリフラワーでもいいですし、でキャベツとかでもいいですよ。はい、はい、そうするとペンネ、クリスチャンのカッペリの小麦で作ってますの、美味しいです。でニンニクと好みで赤唐辛子、そして塩とわら1本エクストラバージンオリーブオイル、こんだけです。じゃあ早速ですね、茹でていく前にですね、普通だったらペンネを茹でるんですが、ペンネを先に茹でないで、今日はちょっと違う方法でペンネを測りますね。1人分、1人 50g 検討で作りますね。でブロッコリーなんですけれども、1人前なんで並びくさっと茎に分けます。で房はこんな風に小さく分けますね。そしてこちらもこの透き通ってているというか白っぽいところは食べれるんですよ。皮の部分は硬いんで削ぎ落として何かベジブロスとかに使ってください。もしくはきんぴらかなんか食べれるのかなって感じです。これは今日は使いません。こちらはペンネと同じような形に切ります。ちょっと包丁も入るんで食べれ大丈夫だと思います。こちらをまずブロッコリーを茹でますね。で今日は1人分なんで 50g のパスタですので、1リットルのお湯を用意してまして 0.5% の塩分濃度なんで 5g を入れます。そうしましたら硬い茎と花芽の方と入れますね。茹でます。でブロッコリーはですね、ソースにしたいんで柔らかく茹でていきます。でちょっと時間をずらして、ちょっとこのブロッコリーの鮮度にもよっちゃうんですけども、今日のはまずまずいいと思うんですよ。古くないんですね。ですのですぐ茹でる可能性あるんですけども、こちらがだいたい11分ぐらい茹でる検討なんですよ。ですので万が一ペンネの方が先に茹でてしまうとちょっとまずいんで、1、2分置いてからペンネを入れます。じゃあその間にソースを作っていきますね。ニンニクをスライスします。はい、こんな感じね。これがちょっと温度強すぎるんで、こんな感じですね。はい、そうしましたら1、2分経ったか、これね、2分ぐらい経てばいいと思います。入れます。ここでペンネを同時に入れますね。はい、はい、そうしましたらここにフライパンを用意しまして、ニンニクを入れるわけです。で赤唐辛子で辛くしたい方は入れてもいいんですけど、ここで入れちゃうと本当辛くなっちゃうんで後からにしましょう。そしてここでだいたい1人 50g のペンネに大体アンチョビ1フィリと思ってください。はい、そうしましたらここにわばら1本を、にんにくがかぶる程度、このぐらいですね、入れていただいて火をつけます。決してこのあらかじめフライパンに火を温めないようにしてくださいね。
冷たい中にニンニクを入れて、アンチョビを入れて、ちょっとゆっくり火を入れていきます。だんだんオリーブオイルがこうプツプツ言ってきまして、ニンニクから水気が出てくるんですね。この水気とオイルが反応してパチパチ言ってるんですけども、美味しいニンニクの旨味がこの間に出てきます。火は決して強くしないでくださいね、弱火のまま。でこのぐらいの温度になったらもう火を止めて、余熱でゆらゆらさせます。そうすると、あら不思議、アンチョビが溶けていきますよね。はい、こうなったらですね、出来上がり、寒天に溶けます。アンチョビがですね、来たての、まあ、新しいものが来るのが3月の終わりぐらい、4月ぐらいなんですけども、それからですね、ずいぶん経って、何ヶ月も経ってますので、身が熟成して本当に溶けやすくなって、旨味も濃厚になってますので、ちょっとこれを舐めてみますね。これにですね、冷まして冷たいサラダに絡めてもいいし、なんか蒸したものにかけてもいいし、ここで何か、今日はブロッコリーですけど、青菜を入れて炒めてもいいわけなんですね。ちょっと美味しいですね。塩分も結構ありますので、この 0.5% の茹でたものとこれと合わせてちょうどいいかなと思います。はい、じゃあですね、ブロッコリーちょっと様子見てみましょうか。目安なんですけども、まだまだですね、普通だったらこれでも揚げちゃってる感じですけども、簡単にこう潰れるような形になるまで茹でていきます。はい、だんだんブロッコリーがいいようなので、ちょっと少し色がくすみ始めたの分かりますかね。そしてすぐこう、ほら、すぐ簡単に折れますよ。で、この小房に切ったブロッコリーだけをですね、こちらに入れます。芯の、茎の方はまだ硬いと思いますので、入れてそのままペンネと一緒に入れます。はい、いいですね。で、ペンネはと言いますと、まだですね。はい、じゃあこちらの方に火を入れまして、ブロッコリーの花芽をですね、潰して粉々にします。そしてアンチョビと一体化させます。はい、これでいい感じになってきましたんで、これでペンネが茹だるまでもうちょっと待っていきます。それではペンネも茹だってきたの、ほんのちょっとです。あの後、入れるタイミングによって全然違いますので、きちんと見極めてくださいね。切って入れて、こちらは強火にします。もちろんザルにザバザバってやってしまって構いませんよ。はい、そしたら強火でペンネにまとわりついてる水分を飛ばすような気持ちで、ここでブロッコリーと一緒に和えて水分を飛ばします。はい、これで一体化できましたね。はい、できました。はい、火を止めまして、じゃあ盛り付けていきたいと思います。1年前にちょっと50g 多かったね。こんなもんでいいんじゃないのね。ちょっとこれはやめておきますね。はい、ここでですね、唐辛子を輪切りにして、お好みの種入れちゃうと硬いです、辛いですので種入れないようにして、はい、ブロッコリーのアンチョビソースのペンネ出来上がりました。
いかがだったでしょうか。アンチョビを溶かして材料に混ぜ合わせる、これが本当に美味しい。塩味と旨味のが加わりまして、ブロッコリーがさらに美味しくなるわけですね。ブロッコリーがなくてもペンネだけを絡めても美味しいと思います。ぜひお試しになってみてください。今日も朝倉チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。 YouTube 登録まだの方いらっしゃいましたら登録のほどお願いいたします。